言い訳なんて聞きたくもねえんだよ。結果が全てなんだろ。首か左遷か好きな方選べよ。塚本部長の冷たい声が耳に響いた。その言葉に一瞬固まってしまった。目の前の上司はまるで何もかも見下すように俺を睨んでいた。事情を説明したくて口を開こうとしたが、部長はその動きを見逃さない。時間から女を助けた？それで遅刻だと？ふざけるな。そんなもんヒーロー気取りにでもなったつもりか。お前みたいなやつここにいる価値なんてねえんだよ。冷たい笑いが部長の口元に浮かぶ。その言葉に一気に胸が締め付けられる。痴漢から女性を守ったことをまるで無意味な行為のように嘲笑うその態度に怒りと絶望が交錯していた。いいか村岡、お前みたいに感情に流されて行動するバカは社会にとって邪魔なんだよ。結果だけが全て、それ以外は無駄なんだよ。理不尽な言葉が胸に重くのしかかり、心の中では何度も反論していた。だが現実はどうしようもなかった。その時だった。社長室の扉が突然開き、思いもよらぬ人物が現れた。俺は村岡武士。生まれた時から村岡家の跡継ぎとして護身術道場を継ぐことを期待されてきた。父は道場主であり、幼い頃から俺に厳しい鍛錬を課してきた。護身術は家の誇りであり、俺にとっても重要なものになるはずだった。だが正直に言えば、俺はその期待に応えられる自信が持てなかった。幼い頃から自分に対して自信がなく、周囲の目を気にしてしまう性格だった。父はそんな俺を見て何度も叱った。強くなれ。村岡家の跡取りとして恥じない男になれ。と。道場では同級生の本田にいつも目をつけられていた。彼は俺と同い年だったが、何をするにも俺より一歩先を行っていた。護身術の技術でも体力でも何でもだ。いつも挑発してきて、訓練が終わる頃には俺は疲弊し心が折れそうになっていた。本田に一度も勝てない日々が続いたことで、俺の心にはいつしか敗北感が深く根付いていた。毎回試合のたびに本田の圧倒的な強さを見せつけられ、勝てない自分が情けなくて仕方がなかった。また負けたかと父が冷ややかにつぶやくたび、その場にいたたまれなくなった。父の期待に応えられない自分が恥ずかしく、同時に悔しかった。けれど、どうやって強くなればいいのかもわからず、次第に道場への足は遠のいていった。試合に負けた夜、布団に横たわりながら天井を見つめるたび、心の中で、自分はこのまま何も変わらず終わってしまうんじゃないか、という不安が膨らんでいった。父の失望した視線が頭から離れず、その視線が俺を押し潰しそうだった。俺には才能がないんだ、と自分に言い聞かせる日々が続いた。道場に行くこと自体が恐怖になり、次第に完全に足を遠ざけるようになってしまった。道場を避けるたびに感じるのは、誰にも必要とされていないという強い疎外感、そして勝てない自分に対する挫折感だった。そんな中、母が亡くなったのは高校2年生の冬だった。母はいつも優しく見守ってくれていた唯一の存在だったから、母を失ったことで心にぽっかりと大きな穴が開いた。母がいない家は冷たく静かすぎて、ますます家を避けるようになった。父は母を失った悲しみをどう受け止めているのか俺にはわからなかった。父はいつも無言で何かを期待するかのように俺を見つめていたが、それ以上は何も言わなかった。俺もそのタイミングで道場から完全に足を洗った。そして道場に通わなくなった俺は、そのまま高校を卒業し大学へと進学した。道場を捨て自分で進むべき道を選んだのだ。母がいない今、父の期待や失望から解放され、
自分自身の人生を歩むことができると信じていた。大学に進学することが俺にとっての正しい選択だ、と自分に言い聞かせながら、機械部品関連の商社に就職する道を選んだ。それは、護身術の道とは全く異なる業界だった。新しい環境で自分を変え、道場のことは完全に忘れるつもりだった。道場での苦い経験はもう過去のものにしたかったのだ。それでも父は何も言わなかった。ただ無言で俺の選択を受け入れているようだった。時折父の無表情な顔が頭をよぎることもあったが、その度に心の中でこれでいいんだと自分に言い聞かせた。新しい職場で働き始めた俺は自分を変えたい一心で努力を重ねた。大学で学んだ知識を生かし、機械部品の営業職としてゼロからのスタートを切った。最初は慣れないことばかりだったが、俺は一つ一つ丁寧に仕事をこなし、少しずつ周囲の評価を得ることができた。村岡、君は真面目だし、しっかりやってるな。上司からそう言われたとき、嬉しさと同時に複雑な感情がこみ上げてきた。ここで努力しているのは、ただ自分の評価を上げたいからではなかった。心の奥底には、いつも道場への未練がくすぶっていたのだ。道場を継がないと決めた。しかし、その決意が揺らぐ瞬間もあった。時折、実家の道場のことが頭をよぎり、父の無言の期待が心に重くのしかかる。道場での訓練や父とのやりとりが過去の一部でありながらも、俺の中で完全には消え去っていなかった。自分はもう道場とは関係ない。ここで成功するんだ、と自分に言い聞かせ、仕事に熱心に打ち込んだ。営業成績を上げ、信頼を勝ち取るために全力を尽くしていた。実家や道場のことを考えないようにするためにも、仕事に没頭することで心の隙間を埋めていたのかもしれない。だが、どれだけ仕事に打ち込んでも、後継ぎとしての責任感は完全に消えることはなかった。道場の未来はどうなるのだろうか、と考えない日はなかった。父に背を向けた自分に、時折後ろめたさを感じることもあった。それでも、このまま今の道を進むしかないと思っていた。商社マンとしての生活は安定し始めていた。毎日忙しいが、それでも仕事にやりがいを感じているし、結果を出せることに自信もついてきた。営業成績は安定していて、周囲からも、村岡さんは頼りになると言われることが増えていた。村岡、お前はよくやってる。引き続き頼むぞ、と。取引先からの信頼も厚く、俺自身も少しずつ自分の力を信じられるようになっていた。だが、そんな俺にとって一つだけ避けられない壁があった。それが塚本部長だ。彼は俺の成果を評価するどころか、ことあるごとに嫌味や叱責を繰り返していた。村岡、最近の仕事はどうなんだ？お前の報告は何か抜けが多いんじゃないか。俺が手直ししなければ、もっと大きな損害が出てたかもしれないぞ。と、毎日のように言われた。いや、そんなことはないはずです。細かくチェックしたつもりですが。と返すと、塚本部長は眉を潜めながら冷たく笑う。お前みたいな奴はいつまでも見習いだ。もっと慎重にやれよ。俺の手を煩わせるな。内心悔しかったが、何も言い返せなかった。塚本部長はいつも俺に対して厳しく、理不尽なことを言っては追い詰める。周りの同僚たちも、そんな彼の態度に嫌気がさしていたが、誰も直接口にすることはなかった。塚本部長は出る杭を打ち、有望な社員が頭角を現す前に潰そうとするタイプだ。俺が評価されるたびに、彼の態度はますます険しくなっていった。部長、俺はもっと頑張ります。期待してください。と言いたいところだが、彼に対しては一歩引くしかなかった。塚本部長からの嫌がらせは日に日にエスカレートしていった。最初は小さな指摘だったが、次第に全てが否定されているように感じ始めた。
仕事に対する自信は薄れ、どんどん萎縮していった。おい村岡、またミスか？お前これでいくつ目だ。まったく使えないな、と塚本部長は冷たく言い放つ。すみません、としか言えなかった。自分でも何がいけなかったのかわからなくなるほど追い詰められていた。次第に簡単な仕事でも手が震えるようになり、細かいミスを連発するようになってしまった。それまで築き上げてきた信頼が少しずつ崩れていくのを感じた。最近の村岡、調子悪いみたいだな、という同僚たちの声が痛いほど胸に突き刺さる。こんな状況ではどうしようもない。塚本部長の顔が浮かぶたび、仕事が怖くなった。しかし、そんな中でも俺のことを理解してくれる同僚たちはいた。村岡、大丈夫か？最近お前疲れてるんじゃないか？と同僚の佐藤が心配そうに声をかけてくれた。うん、ちょっとな、と苦笑いを返すが、心の中では彼の言葉に救われていた。無理すんなよ、塚本部長のことはみんな知ってる。お前が悪いわけじゃない、いつも頑張ってるのみんなわかってるからさ、と佐藤は優しく肩をたたいてくれた。その言葉に心が少しずつ癒されていくのを感じた。支えてくれる人たちがいる、それだけでなんとか踏みとどまることができた。ありがとう、もう少し頑張ってみるよ、そう言いながら自分に言い聞かせるようにうなずいた。ある日、塚本部長から呼び出された。村岡、次の大事な商談をお前に任せる、期待してるぞ、と塚本部長はいつもの冷たい目で言った。わかりました、と返したが、心の中ではプレッシャーが渦巻いていた。これまでの嫌がらせもあり、商談を任せるなんて一体どういう意図なのか正直わからなかった。だがこのチャンスを逃せばまた評価が落ちてしまう。何としても成功させなければいけない。お前ちゃんとやれるだろうな、と塚本部長の声が再び耳に響く。はい、精一杯やります、と返すしかなかった。その日から必死に商談の準備を始めた。リサーチを繰り返し、細かいデータを整理し、何度もプレゼン内容を作り直した。仲間たちも一緒にサポートしてくれた。村岡、この部分もう少し説得力のある資料を追加した方がいいんじゃないか、と佐藤がアドバイスしてくれる。そうだな、ありがとう佐藤、もう少し深掘りしてみるよ、とうなずき再びデータに向き合った。他の同僚たちも時間を割いて意見をくれた。おかげで少しずつ自信を取り戻していく。みんなが信じて支えてくれる。これだけ準備をして仲間たちと議論を重ねたんだ。なんとかなるはずだ。よし、これで行こう、と最終的なプレゼン内容をまとめ上げたとき、久しぶりに自信が芽生えた。これで大丈夫だ村岡、お前なら絶対にやれるよ、と佐藤は励ましてくれた。ありがとう、本当にみんなのおかげだよ、と感謝の気持ちでいっぱいだった。商談当日、少しだけ緊張したが準備は万全だ。仲間たちに背中を押され、覚悟を決めて会場に向かうことにした。よし行くぞ、と自分に言い聞かせながら電車に乗り込んだ。商談当日、電車に揺られながら資料を確認していた。心の中では何度もプレゼンのリハーサルを繰り返し、全力で準備してきたことを再確認していたんだ。今日は大事な商談だ。絶対に成功させなければならない。プレッシャーが重くのしかかる中、突然車内に響く女性の怯えた声が耳に飛び込んできた。やめてください。その瞬間、俺の頭の中で全てが止まった。目の前で起きている光景に視線を向けると、混雑した車内で若い女性が困った顔をしているのが見えた。痴漢だ。心臓が一瞬早金のように鳴り響いた。正直どうするべきか迷った。今は商談に集中しなければならない。
それはわかっている。でも見て見ぬふりなんてできない。ここで何もしないなんて俺にできるわけがない。そう思った瞬間、意を決して前に出た。やめろ。声が自然と出ていた。腕を伸ばして痴漢の男の肩をしっかり掴んだ。男は一瞬驚いた様子を見せたが、俺を睨みつけて次の駅で素早く電車を降り逃げ去っていった。追いかけようと思えば追いかけられたが、今はそれよりも彼女を安心させることが大事だと思えた。大丈夫ですか？落ち着いた声でそう言って彼女に安心してもらおうとした。ありがとうございます。本当に助かりました。彼女はマイナという名前らしく、美しいけれどまだ怯えた様子で震えていた。とにかく駅員さんのところへ行きましょう。彼女にそう伝え、駅員のもとへ連れて行った。事件後、マイナと一緒に駅員に事情を説明していたが、ふと腕時計に目をやると、もう商談の開始時間が迫っていることに気づいた。心の中で冷や汗が流れ、焦りが一気に押し寄せてきた。やばい、間に合わない。駅員にしっかり状況を伝えた後、マイナに一言、大丈夫ですか？もう安心してくださいね。と伝え、急いでその場を離れた。けれど、どれだけ急いでも、このままでは確実に商談に遅れてしまう。取引先に連絡を入れた。電話口で取引先は状況を理解してくれたが、やはり遅刻は問題だ。続けて塚本部長にも報告の電話をかけたが、帰ってきたのは予想通りの叱責だった。お前、何してんだ？重要な商談だぞ。遅れるなんて何を考えてるんだ。塚本部長の怒声に耳が痛い。しかし何も言い返せず、ただ平謝りするしかなかった。会社に到着した頃には商談の予定時間を大幅に過ぎていた。取引先に到着した俺は商談が破談になったことを実感し、心から謝罪をした。何度も頭を下げ誠意を見せたつもりだったが、先方は冷静に言い放った。商談はまた別の機会にしましょう。今回は残念です。その言葉を聞いた瞬間、胸が締め付けられるような感覚があった。精一杯の努力をしたつもりだったが、ビジネスの世界では結果が全てだ。どんなに正しいことをしても結果を出さなければ評価はされない。意気消沈し肩を落としながら帰社する。会社に戻るとすぐに塚本部長が鬼のような顔で待ち構えていた。背筋が凍るような嫌な予感が的中する。部長は椅子にふんぞり返りながら俺を見るなり、吐き捨てるように言った。おい村岡、お前遅刻なんてしやがって、何考えてんだ？この大事な商談を台無しにしやがって。その声は鋭く冷たく、まるで相手を完全に見下しているかのようだ。言い訳するつもりはなかったが、せめて事情を説明しようと口を開いた。しかし部長はそれすら許さない。手を振り上げ、俺の言葉を打ち消すように遮った。言い訳なんて聞きたくもねえんだよ。お前がどんなに正当化しようが、結果が全てだろうが、そんなくだらない話で俺の時間を無駄にすんな。必死に言い返そうとするが、次々と浴びせられる侮辱の言葉に何も言えなくなる。部長はさらに攻撃を強めた。首か左遷か、好きな方を選べよ。まあどっちにしろお前に未来なんかねえんだけどな。部長は口元に薄笑いを浮かべ、まるで楽しんでいるかのようだった。俺の絶望を見てさらに煽る。痴漢助けた？ヒーロー気取りか。その正義感は役に立ったか？笑わせんなよ。お前みたいなやつはこの社会にいらねえんだよ。さっさと気を失せろ。その冷酷さに背中に冷たい汗が流れた。ここまで人を踏みにじるとは。その場に立ち尽くし、塚本部長の顔を直視できなかった。その時突然社長室のドアが開き、社長と一緒に一人の女性が姿を現した。驚いたことに、やってきたのは先ほど電車で助けた女性、マイナだった。失礼します。あ、言いました。こちらの方です。と
マイナはまっすぐ俺の方を指差し、笑顔で言った。その瞬間、部屋の中にいた全員が俺に注目した。社長がマイナの隣に立ち、少し微笑みながらも真剣な表情で口を開いた。たけし君、君が電車で助けた女性が、まさにこのマイナだ。実は彼女、私の姪なんだよ。すべての事情をマイナから聞かせてもらった。その言葉を聞いた瞬間、頭の中は一瞬真っ白になった。社長の姪だったのか。マイナは俺の方に歩み寄り、本当に助けてくれてありがとうございました。あの場で勇気を出してくれたおかげで私は無事にここにいますと深く頭を下げた。塚本部長は驚いた顔でマイナと俺を交互に見ている。社長が続ける。たけし君が商談に遅れたのはまさに人を守るためだったんだ。彼の行動を責める理由なんてどこにもない。むしろ称賛されるべきだよ。同僚たちも口々に、たけしさんさすがですと賛同の声を上げ始めた。塚本部長はマイナと社長の言葉に完全に言葉を失っていた。周りの同僚たちも今までの彼の態度を知っているだけに誰も口を開こうとしない。その静寂の中で部長の表情が急に変わるのを見ていた。彼が自分がしてかしたことの重大さに気づいた瞬間だった。悪かったなと塚本部長は短く謝った。彼の声はいつものような威圧感もなく、どこかうつろだった。そんな空気の中でマイナが一歩前に進み、俺の方に向かってにっこりと笑った。たけしさん、本当にありがとうございました。あなたの勇気ある行動で私は救われました。その言葉に一瞬どう反応していいのかわからなかった。助けたことは確かに事実だが、彼女にこうして感謝されるとなんだか急に恥ずかしくなってきた。いや、俺はただ当然のことをしただけで、とつい口から出たのはいつも通りの控えめな答えだ。気まずくて頭をかきながら、なんとかその場をしのごうとした。でもその言葉が頭の中に響いた。勇気ある行動。俺があの場で本当に勇気を出せたのは、実家の道場で学んだ護身術のおかげだ。その技術だけでなく、父から教わった守るべきものを守るという教えが無意識に俺を動かしたのだろう。あの瞬間、自分の中にある武術の本質が蘇った気がした。だが同時にその教えを背負いきれず、道場から逃げ出してしまった自分を思い出した。父の期待に背を背けてきたことがふとした瞬間に頭をよぎるようになり、道場のことが心に重くのしかかる。その思いが募る中、マイナとの関係は急速に進展していった。彼女は驚くほど積極的で、俺のためらいをものともせず次々とアプローチしてくる。俺が仕事で疲れている時も彼女は笑顔で、今度の週末また会いましょうと言ってくれた。その笑顔に救われることが増え、気がつけば彼女と頻繁に会うようになり、心の距離も次第に縮まっていった。彼女はいつも明るくて笑顔が絶えない。そんなマイナと一緒にいると不思議と俺の心も軽くなっていくのを感じた。ある日、思い切って実家の道場のことを話すことにした。これまで誰にも話してこなかったこと。自分が不甲斐ない跡取りで道場を継ぐことから逃げてきた過去を包み隠さずに彼女に話した。父の期待に応えられなかったこと、母が亡くなってから家を避けるようになったこと、すべてを話すと、ずっと心に溜めていたものが少し軽くなった気がした。マイナはじっと話を聞いてくれていた。そして俺が話し終わると、彼女は優しく微笑んでこう言った。たけしさん、あなたは何も不甲斐なくなんてない。むしろあなたは強い人だと思うわ。だってこうして自分と向き合って話してくれているじゃない。私がついているから、もう一度挑戦してみたらどう？その言葉はまっすぐ心に響いた。彼女の支えがあれば、もう一度道場に戻れるかもしれない。そう思うと不思議と勇気が湧いてきた。俺、やっぱり道場を立て直したいんだ。
父さんにもう一度会って、ちゃんと向き合いたい。だから、会社を辞めて、実家に戻ることにするよ。舞菜は俺の決断に一瞬驚いたようだったが、すぐにその目に熱い情熱を感じ取ったのだろう。静かに微笑みながらこう言った。たけしさん、本当にすごいわ。そんな大きな決断ができるなんて、私はあなたの強さを信じてる。絶対に道場を立て直せるわ。その言葉は俺にとって大きな支えとなった。彼女が応援してくれる限り、もう一度道場と向き合う勇気を持てる。彼女のその誓いが、さらに俺を前へ進ませてくれた。会社では最初は驚かれたものの、同僚たちも俺の決断を尊重してくれた。塚本部長も、今までいろいろあったが、まあ、頑張れよ。と、珍しく素直にエールを送ってくれた。少しずつ心が通じたような気がした。一ヶ月間引き継ぎを終えて、最後の日には壮行会まで開いてもらった。みんなからの励ましの言葉を受け、新たな気持ちで実家へと戻ることにした。小さい頃から慣れ親しんだその場所で、再び父や門下生たちと向き合うことができると感じた。そして、道場の未来に対する希望が心に湧き上がり、勇気を持って新たな一歩を踏み出す決意を固めたのだった。道場に戻ると、懐かしい光景が目に飛び込んできた。父と数少ない門下生たちが稽古に励んでいる姿が見える。俺は一瞬足がすくんだが、すぐに覚悟を決め、道場の真ん中に立って深く頭を下げた。ただいま戻りました。父も門下生たちも一瞬驚いたようだったが、すぐににっこりと微笑んでくれた。ようやく帰ってきたか、たけし。と父が言う。俺は言葉を詰まらせながらも、これからは俺も一緒に頑張ります。道場を立て直すために。と決意を述べた。実際、営業の仕事をしていた間も、基本の修練は欠かさず続けていた。体は鈍っていない。成長した姿を父や門下生たちに見せるべく、すぐに稽古に参加することにした。数日後、舞菜が道場を訪ねてきた。彼女はその場に立つと、真剣な目つけで俺に言った。たけしさん、私もこの道場を手伝わせてください。あなたの道場が再び活気を取り戻すために、私の知識や経験を生かしたいんです。彼女の申し出に一瞬戸惑ったが、すぐにその言葉に感謝し、うなずいた。舞菜は道場経営に関して多くのアイデアを提案してくれた。特にネットを活用した門下生集めや情報発信は、俺には思いつかない発想だった。彼女はプロデュース力に長けていて、道場の魅力を引き出す方法を次々と見つけてくれる。まず、ウェブサイトを作りましょう。それから SNS で、道場の歴史や稽古の様子、イベント情報を発信していけば、もっと多くの人に知ってもらえるはずです。舞菜の提案に従い、道場の紹介ページや稽古の写真を投稿し始めた。次第にフォロワーが増え、興味を持つ人たちからの問い合わせも来るようになった。道場には新しい門下生が次々と加わり、かつての静けさが嘘のように、活気を取り戻していった。そんなある日、噂を聞きつけたライバルの本田正幸が道場に現れた。彼はいつも俺に勝ってきた男で、道場から足が遠のいた原因の一つでもある。お前、戻ってきたのか。少しは成長したようだな。でも、俺に勝てるとは思うなよ。本田は挑発的な笑みを浮かべながら挑戦状を突きつけてきた。その言葉に心がざわついたが、舞菜がそっと背中を押してくれた。たけしさん、今のあなたなら大丈夫。これまでの努力を信じてください。その言葉に勇気をもらい、本田の挑戦を受ける決意をした。ついに、本田との決着をつける時が来た。長年、彼に勝てなかった過去が、俺の心に深く残り続けていたが、もう逃げるわけにはいかない。舞菜の応援が、背中を押してくれた。試合が始まると、かつての恐怖や焦りが一瞬頭をよぎったが、すぐに集中を取り戻す。呼吸を整え、自分が身につけた技術と経験を信じることにした。目の前の本田は、
以前とはまるで違っていた。彼の瞳にはかつての軽蔑や挑発の影はなく、純粋な闘志が宿っていた。その真剣さに俺は一瞬戸惑いを覚えた。しかし同時に何かが変わった瞬間を感じた。来い、村岡。お前がどれだけ成長したか確かめてやる。彼の言葉は挑発ではなく真剣な対話だった。その一言に俺の心は揺れたが、すぐに気持ちを引き締めた。これまでの鍛錬の日々が頭をよぎる。この試合に過去の自分との決別と新たな自分を証明する決意を込めていた。道場の静かな空気が緊張感で満たされる。互いに一礼し構えを取ると場の雰囲気が一気に研ぎ澄まされた。相手の一挙手一投足がこれまで以上に鮮明に見えた。本田は以前と変わらない素早さで仕掛けてきた。しかし俺も負けていない。かつてはただ焦りと怒りを抱えていた俺だが、今は違う。マイナが見守る中、自分を信じ冷静に彼の動きを捉えた。防御と攻撃を的確に繰り出し、一瞬一瞬に全力を尽くす。彼の動きがまるでスローモーションのように感じられる瞬間があった。これが俺の全力だ。心の中でそう叫びながら最後の一撃を決めた瞬間、勝負は決まった。静寂が場を支配する。本田は信じられないという表情を浮かべたままゆっくりと立ち尽くしていた。俺も息を整えながら彼の反応を待った。しばらくして彼は深い息をつき、目を伏せた。そして口を開いた。お前、本当に強くなったな。今までの俺はお前を見くびっていた。悪かった。その言葉は俺にとってかつての自分との和解のようにも感じられた。勝利の感覚とともに、ようやく肩の荷が下りた瞬間だった。本田の誠実な謝罪に、俺も一歩前に出て手を差し出した。ありがとう、本田。俺もこれまで逃げてばかりだった。今までのことは全部水に流そう。握手を交わした瞬間、俺たちは過去のわだかまりをすべて忘れ、新たな関係を築くことができた。それはただの試合の勝利ではなく、自分自身の成長を認め前に進むための大きな一歩だった。今まで逃げていた自分から前向きに進む新たな自分へと変わる瞬間だった。道場が再び賑わいを取り戻していく様子を見ながら、心の中でこれまでの自分を振り返っていた。ずっと逃げ続けてきた道場、そして父への期待、そんな俺を支えここまで引っ張ってくれたのは間違いなくマイナの存在だった。たけしさん、私も一緒にやりたいの。道場をもっと盛り上げて、護身術の大切さを広めていきましょう。彼女がそう言ってくれた時、俺の胸は熱くなった。マイナの強い意志と情熱に応えるために、俺もさらに努力する覚悟を決めた。彼女と二人で力を合わせれば、村岡道場はもっと多くの人に愛される場所になる。俺たちはそう信じていた。時間が経つにつれ、マイナと俺の協力によって、道場には新しい門下生が増え始め、地域でも評判が広がっていった。村岡道場はまだ健在だと多くの人に認識されるようになり、存続の危機だった道場は再びかつての賑わいを取り戻していった。ある日、父が稽古の合間に俺の肩を叩き、少し照れくさそうに言った。たけし、よくやったな。お前がこんなに成長するとは思わなかった。父の言葉に言葉を失った。ずっと認められたいと思いながら、道場から距離を置いていた頃の自分を思い出す。そんな俺が今、父の期待に応えられているんだという実感が、胸の奥からじわじわと広がった。ありがとう、父さん。声を振り絞るようにしてそう答えた時、俺の心は、ようやく重荷から解放された。道場のリーダーとしての役割を果たしながら、俺は自信と誇りを取り戻していた。周りには頼れる門下生たち、そして支えてくれるマイナがいる。俺たち二人で道場を盛り上げていく日々は、
想像以上に充実していた。マイナとの関係もさらに深まり、やがて俺たちは結婚を決意した。彼女は道場だけでなく、家庭でも大切なパートナーとなり、共に過ごす日々が俺にとってかけがえのないものになっていった。結婚後の生活は、道場と家庭の両方を大切にしながら、互いに支え合い、成長し続ける毎日だ。時折、これまでの自分を振り返ることがある。道場を避けていた俺、失った自信、そして勇気を取り戻した瞬間、すべてがあの日、マイナを助けたことから始まった。勇気を持って踏み出すことで、人生は変わるんだな。そう思いながら、日々、感謝を忘れないようにしている。これからも、俺とマイナ、そして、村岡道場の未来には、希望が満ち溢れている。これからも挑戦し続け、成長し続けることを、心に誓った。勇気を出して、痴漢被害からマイナを守ったあの日のことを、今でも鮮明に思い出す。あの時、ほんの少しの勇気があれば、自分の人生を変えられるんだということを実感した。自分が正しいと思うことを恐れずにやり遂げる。それが、どれほど大切なことか。もしあの時、見て見ぬふりをしていたら、今の俺はなかっただろう。道場も、マイナとの関係も、すべてが違うものになっていたはずだ。これからも、俺は迷わず、正しいと思う道を選び続けたい。その思いが、俺の心に深く刻まれている。決断する勇気を持ち続けることで、人生はきっとさらに良い方向へ向かうはずだと信じている。勇気を持つこと、それが俺の人生を支える力だ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。